増田次郎から1951年1月14日は、明治末期から大正、昭和初期にかけて活動した日本の実業家、政治家、駿河国出身、後藤新平秘書官から衆議院議員となり、さらに実業界に転じて電気事業に参加、大道電力社長、日本発送電所大総裁、台湾電力社長などを務めた。 増田二郎は慶応4年2月26日、駿河国志田郡田川村に、増田ダ正江門の次男として生まれた。成果は120票余りの収穫がある比較的裕福な農家で、父木江門は古町に選ばれる村の有力者であった。小学校を出た後、四次であり、体の丈夫な兄、太郎に農業を継がせるので、二郎は商人になるのが良い、という父の意向で、 13歳の時で地暴行に出され、国村にあった親類の唱家に預けられた。しかし、父が事業に失敗したので16歳の時実家へ戻され、農作業に従事する。父は再起を図る者の,の失敗続きで、次郎が20歳の時伝来の家屋敷を手放さざるを得なくなった。それでも父は次郎に東京で学問をするよう勧めるので、次郎は上京して、 東洋英和学校、ついで有徳館に入り、語学を学んだ。東京には一年余り滞在したが、父義右衛門が病気になったので急遽帰郷。看病に勤めたが、父は翌1890年11月に死去する。兄がすでに死去していたため、家を継ぎ、家族と共に静岡市に転居して、ここで親類の男と共に印刷書を買い取って開業した。 県議会の議事録や警察関係の印刷を引き受けており、県庁や警察方面に知人ができて仕事が順調に進むようになったが、1892年12月、市内の大化に巻き込まれて印刷所が全焼してしまう。印刷所を断念し、静岡民有新聞の広告取りを始めたものの、印刷所時代の借金の返済に苦しみ、夜逃げを決意する。 印刷所の関係で顔なじみとなった県会議員に紹介してもらい、伊豆半島の松崎町にあった新婚の妻の縁者が経営する小料理屋へと落ち延びた。小料理屋にて居老の身になり、買い出しや料理の手伝いをするから、金がないので店の屋根裏に設けられていた賭場にも出入りし、賭場の手伝いもしたという。秘書官として仕えた後藤新平しばらく小料理屋生活を、 送っていたところ、1895年、松崎町に訪れた顔なじみの県会議員に仕事を紹介され、小学校に初期として勤め始めた。その県会議員に今度は、鴨郡軍の軍長、池田忠和を紹介され、1896年、下田町にあった鴨郡軍軍役所に職を得た。ついで翌1897年、沼津町に転任し、 寸東軍軍役所の初期に登用される。周囲の者に勧められて1898年に普通文官試験を受験して合格し、犯人官となった。寸東軍軍役所では、軍長岡本武明に引き立てられたが、岡本が沼津から台湾へと転任する際、増田も台湾で一旗あげてはどうかと同行するよう誘われた。 岡本の計らいにより、マスダは1899年7月、台湾省の王局へと赴任した。マスダが台湾で勤めていた頃、台湾総督府民政長官は、後藤新平であった。末端の役人であったマスダは、民政長官と接する機会がなかったが、1902年に、仙売局長の宿辰美に随行して上京する際、たまたま議会に出席するため後藤が同じ船に、 乗船していたので、地区の紹介で地遇を得ることができた。その後、後藤の秘書官が他に転ずることとなったので、宿らが公認秘書官として、増田を推薦した結果、1905年4月、千倍局属官から台湾総督府民政長官秘書官に抜擢された。1906年11月、後藤新平は台湾総督府から、 南満州鉄道株式会社の初代総裁へと転ずる。マスダも後藤に従って満鉄へと移り、翌1907年2月には後藤の一行とともに満州の大連市へ入った。しばらく経った後神経衰弱となったので単身、帰国して療養生活を送る。1908年7月に第2次桂太郎内閣が成立し、後藤が満鉄総裁から転じて、 定信大臣権内閣鉄道院総裁となると、マスダは鉄道院総裁秘書に任せられた。1911年8月に、勝ツ内閣が総辞職し、後藤も鉄道院総裁を退任する。一方マスダは鉄道院に引き止められ、鉄道博物館係となるものの、ほとんど出勤せず、翌1912年1月に辞職が認められた。鉄道院を辞職した頃、 台湾に、政党工場を建設すべく、南日本政党株式会社の設立が企画されて、おり、これに誘われて1912年2月同社の、常務取締役に就任した。台湾に再度渡りしばらく、苗ぐりに滞在するが、時の首相、桂太郎が、後藤新平らと、新党立憲同士会の創立を目論むと、1913年1月、この創立漢字に選ばれた。 桂ツの死後、後藤が同志会から離脱したので、増田もそれに従って脱退し、しばらく浪人となる。そうしているうちに遊んでいるのならばと声をかけられ、1915年3月の第12回衆議院議員総選挙に立候補することとなった。郷里静岡県から立候補して、後藤らの公園で当選、衆議院議員となったが、増田本人いわく神が詐欺委員の一人に過ぎず、 突起するような議員活動はないという。1917年1月衆議院が解散され、第13回総選挙に臨んだが、加藤孔明が講演する鈴木藤屋に敗れて落選した。基礎川開発を主催した福沢桃介議員となった頃、後藤新平から福沢桃介を紹介され、福沢の事務所を訪ねて面会した。これが、 マスダの電気事業に関係するようになった契機である。福沢が関与していた企業の一つに愛知県の電力会社名古屋電灯があった。福沢は1913年1月に同社常務取締役に就任して経営権を掌握し、翌1914年には社長となっていた。名古屋電灯では以前から基礎側において推理権を獲得していたが、福沢が 経営権を握ると基礎川開発を本格化させる。そして基礎川全体の開発計画を取りまとめ、1915年9月に低新章へ、その許可を申請。10月には許可済みの取水量を増加するべく、長野県当局へと申請を行った。しかしこれらの申請が許可されるには、提出リニア管理局の了承を取り付ける必要があった。基礎上流域には、 低出林や管理局が管理する基礎ご両林があり、このご両林で伐採された木材の輸送を基礎側の火水を用いて行っていたためである。福沢は低出林や管理局との問題を解決するにあたり、低新大臣時代に臨時発電水力調査局を設置して、全国の河川を調査させるなど、水力開発に熱心であった後藤新平に支援を求めた。 後藤はこれを受け入れるとともに、手伝う人があった方が良いだろうということで、増田次郎をその役に推薦した。増田は福沢に面会するとすぐさま、名古屋伝統の食卓となり、提出林や管理局との交渉を受け持つこととなった。 中央の大臣から地方の役人まで幅広く交渉を進めるにあたって、セコに竹正閣は円満という交渉役に適材なことが買われての電力業界入りであったという。低出林や管理局との交渉は最終的に木材輸送の代替交通機関として森林鉄道を付設し、その資金を電力会社側が出すという条件でまとまった。 五両材輸送の問題が解決して基礎側開発の見込みが立つと名古屋伝統は開発部門を分離して1918年9月に新会社基礎電気製鉄株式会社を設立する社長に福沢桃介副社長に下出民吉が就任しマスダも常務取締役に名を連ねたマスダの名にちなんで命名された万獣、ま、ふとばし 元は木製の吊り橋。基礎電気工業の設立後、関西地方への送電を目指して福沢と共に、京阪電気鉄道の太田光弘らと交渉し、話をまとめ、両者の合弁で1919 19年11月に大阪送電株式会社を設立した。社長は福沢で、増田は4人の常務取締役の一人となった。さらに百二十一年二月、 この大阪送電と基礎電気工業に山本城太郎が社長を務める日本水力が加わって3社の合併により、資本金1億円の大道電力株式会社が発足する。社長は引き続き福沢桃介が務め、副社長には日本水力から宮崎啓介が就任、常務取締役にはマスだらけ5人が選任された。 大道電力発足後、木曽川には読書発電所や大井発電所など、大道電力の水力発電所が、相次いで完成した。発電所群のうち1921年に着工、翌年に竣工した長野県の須原発電所では、資材運搬のため発電所前に架橋された木曽川の、吊り橋が増田にちなんで、万重ふと橋と名付けられた。木曽川開発を進める大道電力にあって、 マスダは他の事業者や金融機関との間の対外交渉を担当する。関東大震災後の国内の金融逼迫に際して、外債募集の話が浮上し、福沢がアメリカへ渡った際には留守役を務める。第1回外債成立後の1924年9月、マスダは常務取締役から昇格し、代表取締役副社長に就任した。 副社長に推薦されたのは成立した外債の、懸面に署名する役目を務めるためで、第2回外債の過準備も兼ねて、同年11月に渡米、翌年2月に帰国した。1928年、福沢桃介から健康が優れず引退したいので、自分の後を継いでもらえないかと依頼され、大道電力の2代目社長に就任することとなった。そして同年6月、 福沢の社長辞任とともに、マスダは公認の代表取締役社長に就任した。マスダは後年事助伝にて、大道電力の事業は全く福沢さんの転品の際にあるもので、それに従って働きさえすればよかったのであり、自分と交代するのは金と心中を変えたようなものだろう、と書いている。社長就任前後の1926年から1929年にかけて、 大道電力は営業の最盛期を迎えていたが、翌1930年以降は、世界恐慌の影響が波及して収入が減退し、配当率を10%から順次引き下げざるを得なくなった。さらに1931年12月に、金融質が再禁止されて、以降、急激な円安が進むにつれて、外債の利払い費及び償還費が急騰し、不況による、 収入源と多額の為替差損という二重の圧迫により、大道電力は深刻な経営難に陥った。1933年上期には膨大な為替差損に押されて無敗に転落してしまう。再建のため同社は1933年11月に会社構成計画を発表し、財務整理や未活動資産の活用を行うこととなった。4期2年間の無敗を経て、 経営の好転により1935年間未起より復廃となった。増田は後年期助伝にて、大道電力の苦境について、前途は、安運低迷、どうなることかと生きた心地もなかったと述べ、業績の回復については、決して私の魅力のいたすところではない。福沢発与社長の予行と、先輩の後押し、従業員諸君の一致協力と、 世間様の同情があったればこそであると述べている。電気事業以外では、1936年に日本成功の社長に就任し、中瀬鉱山の開発に取り組んだ。また、事業の傍ら、1926年12月に、司法保護団体、帝国更新会の副会長に就任した。同会は、大新院検事の宮城長五郎を会長として、設立された。 基礎猶予者や執行猶予者を保護し、公正を援助するための団体で、マスダは人に誘われて、これに協力することとなった。1936年に、時の内閣が打ち出した、電力国家管理の方針は、日中戦争下で具体化され、1938年4月、電力管理方法か参法が交付されるに至った。電力の国家管理を担う。 国策会社日本発送電株式会社は、翌1939年4月1日付で、設立されたが、これに先立つ1938年8月、大道電力は一部電力設備の出資命令を受けた。この時点での出資範囲は、主要火力発電設備及び送電線のみで、水力発電設備、配電設備は含まれていなかったが、出資を命令された設備は、 固定資産の4割を占めていた。加えて、大道電力は、電力供給の9割が、他の電気事業者への卸売であり、国家管理実施の上は、その大部分が非発への卸売となって料金が低く、抑えられる予定であったため、大道電力は営業の大部分を失い存続が、困難となった。政府から、残余資産の出資を推奨されたこともあり、 大道電力では1938年12月、事業及び資産、負債一債の非発への異常を決定し、非発発足翌日の1939年4月2日付で解散した。日発設立の準備が進んでいた1930年代末には、業界の長老と見なされていたマスダは、電力国家管理案に当初反対していたものの、 大道電力が全資産の非発への出資を決定した、後は非発設立に協力する立場となった。これらに加え、当時の内閣総理大臣、平沼喜一郎や定新大臣、塩野末彦とも、司法保護事業を通じて、旧知の間柄であったため、非発の総裁職引き受けを依頼された。1939年4月1日、非発は、創立総会を開催し、発足。 マスダを初代総裁に任命した。電力を停電豊富に供給すると謳って発足した悲発であったが、発足早々に近畿、中国地方での異常滑水に見舞われ水力発電が麻痺する事態に直面する。これを補給する火力発電も石炭不足で機能不全となり、送電の休止まで至ったため、近畿地方を中心に、 工業地帯の生産活動に支障をきたす結果となった。この事態の責任を取り、1941年1月、マスガワ被発の総裁を辞任した。後任には、日本電力の池尾義蔵が任命された。日発辞任後は召喚を得たが、1941年11月に、台湾総督、長谷川清に依頼されて、 台湾の電力会社台湾電力株式会社の社長に就任した。12月、南日本政党の常務として渡航して、以来30年ぶりに台湾へ到着。専任の社長として同社を経営し、大口径での電源開発や台湾島内の電力統合などに携わった。1945年1月、長谷川の台湾総督解任に合わせて社長を辞職し、 台湾から引き上げた。第二次世界大戦後の1951年1月14日、東京都渋谷区上地町にて死去。満八十二歳没。マスダは、恩和な人柄だというのが定評であった。日発の総裁に就任した頃、次のような人物表が書かれた。後藤氏といい、福沢氏といい、二人ともその方面での変わり者であった。その変わり者に見込まれたというのだから。 一見少しも変わったところのないマスダ氏にも、また、どこか偉いところがあるに違いない。マスダ氏は未だかつて怒ったり、渋い顔をしたことはないと言われている。いつも、春風体と、どんな困難に直面しても平然として、自然の間に、それを乗り切っていく。いわゆる急すれば通ずの教訓を体得した人と、言えよう、人的事業体系電力編後から7ページ。ありがとうございます。